シルエンティだ。マコとサユキだ。後ろにもいるぜ。誰だ。バトルしてんのか。おお、八六じゃねえか。とんでもねえバカ野郎だ。 C の121の難しさが分かっちゃいねえ。基礎呼吸だけでクリアできるほど甘いコーナーじゃねえぞ。いい根性してるよ。マコに食いついて突っ込んでくるとは。そのスピードで入ってしまったらもうごまかしは効かないからね。 C の121は中間が広いけど出口は極端に狭い。ラインがたくさんあるようでクリアできるラインは1本しかないのよ。乗せてこれるかしら。初めてのコースでこの1本に。仕上がった。信じられん。誰だあの86。まさかあいつが最近噂になってるアキナの86と。鳥肌が立ったぜ。何今の。超限界スピードからの四輪ドリフトはウルトラ D の難易度なのに、慣れているマコでさえ立ち上がりでベストラインを5センチ外した。それなのにあいつは理想的なラインに修正して抜けてきた。勝てない。桁違いの怪物をバトルの相手に選んでしまった。